牧之原市長、西原茂樹の新チャンネル。どうもこんばんは。あ、2回目の登場だね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のスペシャルゲストは NPO ビタミンネットワークの事務局寺田様です。お願いします。よろしくお願いします。後ほどゆっくりお話しします。お願いします。今日市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨日のニュース大きなのがありましたね。だね。原発でなんか、はい、ええ、よかったってちょっとほっとするだいたい僕が言ってたね、いつも言ってることがあれなんだけど、ちょっと簡単にね、はい、昨日のポイントだけまとめるとね、はい、まず裁判所がね、大井原発 の、 さあの再稼働3号機4号機を今認めないんじゃなくて、前動かした2年前に再稼働するって言った時にやめてって言ったのに対しての判決なんだけど、その時ね、それに対してね、こういう想定を超える地震が来ることがあると、来ないとするのは楽観的だと、要はだから例えば1200何十ガルの地震が最高の場合がで、これ以上来ないってしてたんだけど、いやそんなことないよと、楽観的すぎる、来るっていうふうに裁判所が言った。それからその福島第一原発の事故の時に、実は僕も知らなかったんだけど、250キロのところまで避難勧告をしようと政府は検討した、ね、そうすると今回250キロ圏の人の、ね、訴えは認めて、251キロの人は認めなかったんだけど、うん、だから250キロまではそういうことが現実にあったということ、うん、それからね、例えば関西電力は電気代が非常に高くなっちゃうとか、あるいは CO2 ね、二酸化炭素を出さないためには原発必要だって言ったけど、そうじゃないと、そもそも福島は最大の環境線だと、ね、二酸化炭素どこじゃなくて最大の環境線が福島にあるじゃないか。それからこれ、経済と命を並べて論じるのは法的に許せないと、これ裁判所が言った、ね、すごいこと言ったでしょ。それからね、こんなこと言ったよね。今まで裁判所っていうのは原発について差し止めとかやめなさいって言ったのは2回しかなかった。今度3回目なの。なんで今までたくさん裁判あって裁判所はそういう判断を下さなかったって言ったら、こういう理由言ったのね。今までは原発の危険性や被害が分からなかった、ね、分からなかった。だけどだから裁判所での判断は出せなかった。本当に壊れて危険かどうか、ね、それ想像はつくけど分からなかった。でも福島で危険の本質が分かった、具体的な危険性が万が一でもあれば裁判所での判断の対象となると、ね、でそれは新規制基準だとか旧の規制基準だとかそういう適否という観点じゃないと、万が一にでもその危険があれば福島が見えたから裁判所とすれば判断を下しますよって言ったんですね。それからね、これも面白い、こういうこと、原発事故は大きい事故、大事故なら原因究明も修理も廃炉もできない。現実そうでしょ。3年経って福島の現地では廃炉もまだできてない、で収めることもできない、で大事故だったら福島が示していると。でもし仮に事故の進行しているね、進行中にじゃあ漏れた何かしたそうだったら直しに行くじゃん、寺田さん直しに行けないら、ね、だからいかなる箇所にどのような損傷がありどんな現象が起きているか分かんないと、だから漏れたら近寄れないと、ね、外部からも応援できないと、まさにその通り。それをね、僕らよくそう言っててさ、ずっと言ってて、だから危ないからね、やめた方がいい止めた方がいいって言ってたの、裁判所がね分かりやすくね、まあそうですねって言っちゃったって感じ。まあ地裁だからね、今後高裁でどうなっていくか分かりませんけども、やはりきちっとした今国民の心配とか不安をね取り上げてくれてるなっていうのを非常に強く感じた裁判の、まあ、結果だったなというふうに思います。浜岡の原子力発電所でもやはり同じような、ね、ことをこれから真剣に考えていくというふうに思います。そうですね、はい、もうそうやって言っていただける裁判所があるというのは本当心強いなと思います。そうね、はい、国は全然違ったからね、今ね、イケイケどんどんだからね、お裁判所誰かがね三権分立だなって言ってたけど、いい議論だと思います、ね、私はね、はい、はい、あと、うん、これで空港が、あ、空港ね、飛行場、はい、飛行場は行きましたね。あ、初めて使わせていただいて、はい、一緒に牧之原の PR 行ったんだけど、はい、すごかったですね。すごかったです。あんなに人がこうワンサと活用して、中国の人がね、静岡空港のね、免税店でね、もうお釜から鍋からね、何じゃないもん買ってね、買えるんですよ。あ、そうですか。今日新聞ニュース見てたらね、
アメリカ人が平均1人10万に対して、うん、中国人は20万近く買ってるんだってね。まあ、中国の方ってね、たくさん来てもらってね、まあ、政治はねこんなんなってるけど、うん、もう民間の人たちは来てもらって日本のもの買って帰ってもらえね、うん、ビジネスになりですね。そうですね。それで、はい、あのこれ今日の新聞にね、あの夕刊は静岡新聞載ってたんだけど、朝刊は読売が抜いてて、中国東方航空の上海と静岡空港を結ぶ、まあ、正確には武漢まで行ってるんだけど、うん、これが3月までは、ね、週2便だったの。で4月5月と週4便になって、なんと6月からデイリー毎日静岡空港と上海2時間10分だったね。2時間10分で行っちゃう。そうだから、でこれはね、あそれで PR しなくちゃ。はい、はい、すごい。ユウさんがね、もう中国人相手にねお茶のプレゼンやったら大評判。どうぞ持ってください。はい、はい、今回は広州ロンジンチャンさんちですよね、に行って日本の文化に興味のある方たち25人の想定だったんですけど、蓋開けたら47名もいらっしゃったんですが、そこで若い女性だね、若い女性ばっかりですね。牧之原茶の PR と牧之原茶の望みなんかを使っての粉末なんかを使ってこうお茶のスイーツとかホットケーキを作ったりして、こうなんだろう、お茶を楽しむ、日本のお茶を知ってもらう、牧之原のお茶を知ってもらうっていうので、茶館っていうんだよね、お茶の館って書くんだ ね、一番大きいところだったね、これ。水筒茶館って、はい、そうですね、はい、素晴らしい環境の中で、日本よりもこうお茶に対してゆったり味わおうっていう意識がもうやっぱり中国は、うん、強いなあっていうのを改めて、ゆうさんがこう先生やってる、はい、先生、あなるほど、先生がね、はい、いろいろお茶出したりね、はい、いろいろも作ったりね、そうやったらほうじ茶にしてね、ほうじ茶にミルク入れてね、なんか最後はねホットケーキ焼くのね、パンケーキ焼くのね、焦がして、失敗は失敗するで結局お客さんが自分で焼くって言ってくれたりして、みんなねこう茶館の経営者とか、はい、やっぱりこういう仕事をやってたり関心がある方だったからね、非常に良かったね、はい、もっととても興味を持ってくださって良かったと思います。はい、そうですね、もう一つまたお茶もあったじゃん、お茶もこれも、あそうですね、はい、もう一つは上海で小州人報さんっていう首長がプレゼンを、そうそう、ここは私が、うん、あの男女共同サロンをやったね、支援学っていうやつでね、 で、うん、その中でお茶をこうプレゼンやった。でもなんか取られたよね、お茶に主役取られたような感じだったよね。いや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 、素晴らしいあれだったんですけど、5つの色のお茶をこう、うん、市長のワークショップの間に差し込みながら、うん、あの召し上がっていただいたんですけど、ね、だからこれね、これがワークショップでね、そっち持ってて、はい、こういうふうにしてワークショップでサロン形式で全くね、牧之原市でやってると同じような、うん、ただ違ったのはもう紫のね、この色の全部シートがきれいにかぶせられてね、でこういうふうにしてあのやるんだけど、なんとその、中国の方はね、一人だけ話さないとか、うん、頭から否定しないとかね、こういうものを作った。で中国の人にね、一人だけ喋らないとかね、頭から否定しないとかね、無理ですって言われた。分かるでしょ、中国人かわってるからね。でもね、これをねやってこうしてワークショップやったら、うん、みんな感動してた。あの中小企業の経営者とか、それから学校の校長先生とか、うん、文化団体の方だったけど、はい、非常に乗ってたね。すごかったですね、なんかびっくりするぐらい積極的だし、笑いもそうだ、ね、トークもいっぱいだった、ね、中国の人たちとの交流がいっぱいできましたから、うん、まあ、これからね、はい、こういったもので大いに PR していきたいというふうに思っています。はい、私はもう一つ、行政の人たちがこんな手作りでこう、うん、根付いてやるんだって、もうしっかり入り込んで交流をしていくっていう姿を見て、牧之原市の職員を褒めてくれた。すごいですよ、なんかちょっと感動しました。はい、市長も褒めて、はい、あ今度にしときます、はい、なんちゃって。はい、では、今日の告知をいくつかします。はい、花のイベント、うん、これ何、はい、浜名湖花博ですね。今月のね31日牧之原市の日ですから、ぜひ皆さん浜名湖花博へお出かけください。空港のイベントね、ント開港、これ開港5周年、これ僕につけてこれね、はい、開港5周年のでイベントいろいろあります。はい、で特に坂部の人たちが頑張ってくださいます。5月31日と6月1日に、どこだっけこれは、展望広ね、展望デッキね、いろいろ企画があります。坂部の皆さんが確かね、僕ねゆるキャラがね、はい、坂部っちっていうゆるキャラがね出てくるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、ちょっと未確認ですから、はい、ぜひでも空港へ行ってください。たくさんイベントあります。はい、はい、っていう感じですね。
でそのこのイベントもいろいろあります。であと一つありますが、ビタミンネットワークの寺田さんに、はい、じゃあ寺田さん行きましょう。はいはい、ですね、まあ、最初に、鈴木メトロ博士についてというような学校で、はい、まあ、当然世界で一番最初にですね、あのビタミン B1 を発見された方なんですが、この市内ですとね、自動型のメトロじゃないかっていうようなことがあってね、一つもう少し、まあ、灰原にもですね、あのバイボン軸であるとか、あるいは戸塚国次郎先生に教えていただいたとかですね、あのそうしたゆかりのもう十分ありまして、あの先ほど坂部でうんぬんって話がありましたが、あの坂部の皆さんと一緒に、安楽寺で、戸塚国次郎先生と学んだというようなこともありまして、それからあのビタミン C のお茶の話がありましたね、中国で、うん、あれも、梅太郎先生っていうか、梅太郎研究室でお茶にビタミン C があるよっていうことで、こう日本のお茶がこう世界的に普及したというような経緯もあります。で、まあ、次にですね、今、先生のお座にっていうことで、40周年、梅太郎先生の生誕、140周年っていうことの記念事業ということで、これ食べていいの、これ。あ、食べてください。はい。はい、はい、してください。ということで、あの俳優座の方で、6月の12日から27日まで行っております。それで、まあ、僕の方としてはですね、こういった台本があるんですが、あの方言指導っていうことで、嫁っ子であるとか、あるいは飲んばめちゃったっていうような話、あと、地元のですね、歌ですね、あの、童謡っていうんですか、決まり歌っていうんです、まあ、そうしたものを紹介、歌ってみて、僕はですねちょっと覚えてないんで今歌えない、うん、はい、じゃあ方言指導どうするの。あ、方言は方言、あ、方言はいいの、はい、歌がね、歌はあのテープに吹き込んでいただいて向こうへ送ってあります。それ堀の神殿の歌。そうですね、あの牛雲の歌で、牛雲早く通れっていうような、うん、ところで これ宣伝してよ、はい、これなんかおいしい、はい、おいしいでしょ、うん、それはですね、うん、ビタミン、いっぱいまんじゅうって言いまして、うん、あのパイまんじゅうです、うん、中身の方は、こんな方になってまして、何が入ってるのこれ。これはあの秋姫いちごですね。あ、いちごか、はい、うん、で利権ビタミンという会社、うんうん、そこの協力を得まして、中にビタミンを入れまして、いちごとビタミン、はい、うん、今現在、ビタミン E で今作ってありますが、うん、正式にはビタミン C を入れて、うん、作るつもりでいます、うんうん、でこういった取り組みをですね、V 食ということで、ビタミンの V ですね、それからビクトリーの V ということで、うん、ビタミンのスイーツ、あるいは、健康につながる食を取り上げて、ビタミンの街ということでですね、我々もやっていきたいなというふうに考えています。で、一つもう一回戻るんですが、この加藤豪さんの話の中で面白かったのはですね、この加藤雷さんが言われた言葉で、今までその舞台をやってきたけども、こんなにいろんな人の関わりを持ったのは初めてだよっていうような話がありまして、でその中でそのいや我々もそのビタミンだなと、うんうん、小さな栄養素の中でこうみんなの協力を得ながら一つのものを作っていくっていうようなことで、うんうん、ふうな、言葉がありましてね、全くその通りだなと思ってます。で、まあ、我々もこう協力しながらですね、この、舞台が、成功して、その暁にはですね、映像化ということで、うん、なんとかなっていけばということで、はい、この町の文化とですね、それから食というものをこう発信して、地域の活性化という、まあ、とにかく見に行っていただきましょう、はい、それです ね、はい、とにかく皆さん見に行ってください。はい、バスもいっぱいになっちゃったそうです。6月22日に出すバスは3台いっぱいだそうですから、土日はもうチケット取れないみたいね。そうですね、うん、はい、ソールアウト。平日は皆さん車か新幹線で東京三越劇場ですんで、ぜひお出かけくださいませ、はいはい。じゃあこんな感じで、はい、美味しかった、美味しかったね、美味しかったです、うん、ビタミン、はい、ありがとうございます。ビタミン、これどっかで買えるのこれ。あ、これ東林堂さんの方で。あ、東林堂さんね、はい、販売中なんですか。販売しております。1個いくらこれ。はい、
値段ねまだ聞いてないんで、なんかサービスまたねいろんな方々がねやって取り組んでいただけたらと思ってます、はいはい、じゃあビタミンで頑張りましょう、はい、どうも、はい、じゃあ今日はこれの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。